あ、ラウンドこの前デビュー戦行ってきました。いや、ちなみにいくつで？104でした。え、おお、すごい。おい、ご両親じゃねえだろ。両親ってね。いや、守備広目指したらあかんやろ。すいません。では杉本さん、簡単な経歴を教えてください。はい、5歳から地元のテニスクラブでテニスを始め、その後4年間テニススクールに通っていましたが、自分らしいテニスを確立させるために小学校3年生からテニス未経験の祖母と練習を開始しました。そしてその結果、今年3月に行われた東京ジュニア選手権で準優勝、4月に行われたトーマスカップで優勝し、スペインにあるナダルアカデミーへの海外無料招待券を獲得することができました。それにテニスではないのですが、スカッシュというスポーツの全国大会で3位にもなりました。これらの結果から N 高等学校にスポーツ推薦として入学することができました。今回のプランを簡単にご説明していただけますか？はい、ウィンブルドンに行くためにはものすごく膨大なお金がかかるので、自分で動画編集で起業して、その資金、あの活動資金を一部、当てようと思いました。なので、あの虎の皆様たちには会社が軌道に乗るまでの活動資金と、その後のスポンサードをしていきたい、していただきたいです。やっぱ今あのプロアスリートのセカンドキャリアとかって、ね、言われてますけど、はい、正直やっぱりあのセカンドキャリア結構私も触れるんですけど、うん、ちょっと難しいなって思うんですよね、うん、やっぱりこれぐらいから小学生、うん、中学生、高校生ぐらいから、うん、こうビジネスとかっていうのを学ぶっていうのは結構新しいし、うん、むしろこれからこういう子増えていくといいなと僕は思うんで、うんうんうん、あのめちゃくちゃ好印象です。今のところ好印象。ありがとうございます、はい、さあじゃあお願いします。皆さん、なんで起業しようと思ったんですか？はい、起業しようと思った理由は、もともとちっちゃい頃、小学校低学年ぐらいの頃からあの社長になりたいっていうのが夢で、それな誰かに影響されてとかっていうこと？はい、あの令和の虎ずっと見ていて。小学生から？小学校そんな小学生になった？そうか、あなた高校1年生で小学生からもう令和の虎やってたんだ。はい、でそれで令和の虎を見ていて、あの皆さんやっぱお金持ちってキラキラしてオーラがあってかっこいいなと思って、で私もそれなりたいと思って、たまたまテニスであの N 高等学校という通信制の高校に入ったので、それであのもう起業できると思って起業したいなと思いました。令和の虎のある種のこう、はい、すごく社会にいい役割だなと思ってて、多分同じように小学校とかで見てる人いると思うんですよ、うん、数少ないかもしれないけど、はい、そういう子たちがこう大きくなった時楽しみですよね。本当ですよね、うん、本当リベンジ版以外は楽しみ。リベンジ版ふざけてるから思わない？まあまあとか言ってたんですけど。あの人はあのリベンジ版の主催ですよ、はい、分かってますよね。見てます、はい、どうですかリベンジ版は？リベンジ版はえでもあの1回挑戦されて、うん、まずナッシングになってしまったにもかかわらず、うん、もう1回この場に出てくるっていう勇気がすごいなと思って、うんうん、尊敬っていうか、尊敬はあのプレゼン自体には尊敬してないですけど、あのその気持ちには尊敬して見てます。はい、まあそういういい回も数回あったけど、はい、ふざけた回もあるじゃないですか。はい、あれどうですか率直に？率直に、うん、率直になんかやっぱこの回に出るまでに事前準備とかはあの自分でできることって結構あると思うんです。それがやっぱできてない人はこの場に立っても出ちゃうんで、もうちょっとなんかできなかったのかなっていうのは毎回見て思うんです。聞かせたいですか？聞かせたいね、本当に。僕も聞いててちょっと心が痛いです。すみません。すみませんでした。すみません。ウィンブルドンに行くためにはどのぐらいのこう成績を残さなきゃいけないのかとか、そこに対して杉本さんが今どのぐらいの位置にいるのかとか、なんとなく教えてもらっていいですか？世界ランキングの方で158番以内に入ったら予選に入れるんですけど、うん、はい、でもあの日本ランキングとはそれ別で海外を回ってポイントを取らないといけなくて、で日本ランキングの方は100位以内に入るとプロ登録ができるので、プロ登録になってから世界を回るっていう感じです。ああそういうステップなんですね。はい、ああでその100、まず日本のじゃ100位に入る、はい、ここはまあ現実的にいけそうな感じはあるんですね。はい、いけます。なら、いけます。いけます。かっこいいね。なるほど。じゃあ海外を回ってランキングを重ねていかなきゃいけないから、めちゃくちゃお金がいるということなんですね。はい、めちゃめちゃかかるんで、やっぱりあの
親とかに支えてもらえるのもちょっとあれなんで、うん、やっぱ自分で稼いでその後もあの世界を自分で回った方がやっぱお母さんたちも迷惑かからないので自分で稼いで世界を回るって言ってもやっぱあのお金が本当にかかるんで足らない、どんだけあっても足らないのでセカンドキャリアにもつながるしということで起業したいなと思って。確かにね、松岡修造とかさ東宝の息子だもんね、はい、あれは今あなたはねこういう志持って言ってるじゃないですか、はい、でもあなたの周りで同じようにそうやってそのテニスのプロを目指してる人たちってあなたの目から見るとちょっと変な聞き方なんだけどやっぱお金持ちばっかり。お金持ちばっかりです。私から見てもやっぱりお金持ち、あのちっちゃい子はジュニアからもう世界回ってる子とかもいますし、うん、アメリカに行ったりオーストラリアに行ったりしてます。まあ、ある種お金持ちでないとできないスポーツですよね、そこまで目指そうとしたら。西堀くんとかもなんか小学生ぐらいからもうアメリカとか行ってましたもんね、はい、小学校からもうアメリカに行って。だまあそういう世界なんだな、やっぱ貴族のスポーツじゃないけど。まださっきあの100位になりますって断言したけど、はい、何か根拠はあるんですか。100位この前 120から10位以内の選手と戦って、はい、あの勝てたので今から大人の試合に出て100位以内に絶対入る自信は 100% あります。なるほどな。そうすると海外に行けるんだ。はい、それが日本プロテニス協会みたいなところから資格を与えられるって意味ですか。資格を与えられるというか、はい、あのプロになって世界を回って、うん、あのやっぱ世界を回るのでもワイルドカードっていうのがあって、はい、推薦で入れる場合があるんですよ。なるほど。でそれを推薦取れるのはあの大体プロになってからだりするんで、やっぱりプロになってから世界を回るという感じ。もう起業はされているんですか。はい、起業あの 今はまだあの会社を作る予定なんで、これから事業を始められる。はい、そうです。どういった事業で起業したいんですか。事業はあの動画編集で、あの自分であの人脈とかツイッターとかも SNS を使ってお客さんを集めて、自分で営業して、で動画編集の仕事をもらって、ゆくゆくはあの守備広さんみたいにの高校生版を作りたいなと。いや守備広目指したらあかんやろすいません、ちょっと今はあれはねトップがおかしいだけでという組織を作りたい、うん、っていうことで、なるほどね、はい、うん、どうやったらこういう子が育つんですかね。高校1年生でこんな、ね、スポーツもできてビジネスも挑戦してって、お父さんお母さんに聞きたいぐらいですね。こんな子が育つんかなご両親お金持ちですか。いや、ご両親は普通のサラリーマン。ご両親って言ったのが可愛いね。すいません。いつもだったら怒るくせに。すいません。ごめんなさい、すいません。おい、ご両親じゃねえだろ。すいません。両親って言ったのが。ご両親はあのどんなお仕事されてるんですか。はい、あのお母さんは、はい、サラリーマン で、うん、お父さんは、うん、あの外資系のコンサルタントをしています。外資系のコンサルタントってなんか年収高そうですけどね。はい、お金も普通の家庭じゃないです、うん、そうですね。でも別に頼らずに自分で、ね、はい、自分であの稼いで、はい、自分で稼いでってのがいいですよね、うん、まあ、すごいと思いますね、うん、普通だったらね、テニスに集中もっとしたいって思うと思うんですけど、だから起業したいなってのがすごいですけどね。テニスってどこで練習されてるんですか。今はあの近くのテニスコートを自分たちで借りて、祖母と2人でずっとやっています。あ、え、 N 校でとかの部活とかじゃない。いや、そういうのじゃない。部活とは全然やってないです。部活ないので。はい、おばあ様と2人でってどういうこと。おばあさんがやるの。おばあちゃんに祖母に教えあの友達とかで教えてもらって、祖母はテニス未経験なんですけど、テニス未経験なんですけど、はい、それで小学校3年生から今高校1年生までずっと教えてもらってます。コーチが祖母です